刻んでいこうぜ。よろしくございます。はい、今日もよろしくお願いします。明日決まりました。ありがとうございます。これだけです。これだけで全然あの例えば大会本番のパフォーマンス変わるんだったら全然ありかなって。やる気元気森脇チャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。よしきさん、さあお久しぶりです。よろしくお願いします。男前がうちの長谷川がずっとざわざわしてる。いやいやいや、はい、挨拶していいですか。どうぞやってくださいよ。はい、刻んでいこうぜ。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。明日決まりました。ありがとうございます。さあ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 、今日はよしさん来てもらったんで、はい、はい、ちょっとね、まあ、この後練習もさせていただくんですが、うん、一緒にしていただくんですが、はい、実はこの間、リレーマラソンの後のトークパートで、うん、吉木さんが実は一個おすすめしたいやつがあると言って言うたったね。あったのが、はい、ウォーターローディングと。これ、はいはいはい、僕フルマラソンやるにあたって、うん、やっぱ30キロ以降、うん、全く体が動かないというか、うん、パフォーマンスの低下が著しい、うんうん、っていうことで、うん、ウォーターローディング取り入れたんですけども、うん、まあ、フルマラソン後半って足がつるんで、はいはい、疲れてくる、はい、もう30からね、僕もつります、はい、漏れなくつるぐらい35キロぐらいから魔物が出るいますからね、はい、うん、その対策をどうしたらいいかって考えた時に、ウォーターローディングを行って、うん、で本当にあの効果が出たというか、ウォーターローディングして足がつらなくなったっていう経験があったので、へえ、はい、前回そのおすすめですって言わせていただきました。でも僕もちょっと専門分野じゃなくて、うん、はい、あの実際に行って自分の体に起きた反応を喋れることぐらいしかできない。いや、いいですよ、いいです、はい、それが一番ね、はい、僕が行ったのは、うん、毎日ちょうどこれですね、この2リットルのペットボトルをこまめに1日1本消費していくっていう、これだけです。これだけで全然あの例えば大会本番のパフォーマンス変わるんだったら全然ありかなって思わないですか。水ですよね、はい、水を飲むだけ。1日2リットルこまめに飲んでなくしていくだけです。朝から、はい、朝からこまめにがポイントなんですね。そうですね、ガブ飲みしたらダメと。ガム止めするとなんか効果がないって言われてて、喉が渇く前に、はあはあ、喉が渇く前に、まあ、夏場にね、はいはい、よくあの脱水症状とかなるから、夏場もあのおすすめって言われてます。なるほど、熱中症対策とかそういうのでもおすすめって言われてるし、うん、そのパフォーマンス低下を防ぐっていう。へえ、はい、我々こうランニングやってる人間は、はい、1日1本ぐらい飲んどいた方がいいよと。そうですね、あの普段から習慣化できる人はやった方がいいです。これも 水がいいんですか。水を飲むことによってその体の代謝を上げて、うん、なんか老廃物を出す、うんうん、まあ、あのおしっこ行ったりとか、はい、汗かいたりとか何もそのやっぱ含まれてない、うん、そのお水がやっぱ体をきれいにするって言われて。へえ、例えば日曜日にね、はい、自分が目指すレースがあると、はい、どれぐらい前ぐらいから。僕2週間前からやりました。へえ、はい、2週間前からやって、で大体僕も基本的に水飲める人間じゃなかったので。わかります、僕もちょっと苦手です、はい、水だけを飲むって。だからその1日2リットルを大体3日続けるとすぐ効果が出たというか。え、へえ、まず寝起き全然違うんですよ。寝起きめちゃめちゃスッキリしてます。最初2リットルしんどって思ったんですけど、うん、割と本当にこまめに刻んでいくことによって全然、うん、あれ、いけた、はい、刻んでいこうぜよ、はい、刻みましたね。あのランニングも刻みますけど、はい、水も刻めば全然いけるっていう。へえ、はい、本当に、まあ、こまめに飲むって言ってもなんか飲みすぎがあんまりよろしくないっぽくて、なんか水中毒になるらしいみたいな。ほー、なんでなんかそこはなんか体の体調の変化に合わせて2リットルでだから体調あんまり悪くなる人もいるみたいなので、まあ、体の大きさもそれぞれですしね、はい、なんでまあ 1.5 リットルでウォーターローディングする人もいれば1リットルでウォーターローディングする人もいる。なるほどなるほど、はい、2週間前からいうことか。はい、その2週間前からいうことだやけど、はい、あのビールとか、はい、ハイボールとかはその2週間前の中には含まれないんですか。愚問ですよこれ本当に。
これ本気で狙う大会だったらやっぱ我慢するべき。そこは飲まないね、2週間前、ね、まあ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 、それはね、なんかアルコールって体の水分飛ばす作用もあ、ね、うんうん、あ言いますよね、うんうん、だからウォーターロディックしててもアルコール入れてたら、うん、一緒やね、あのまあ出ていきますね。例えば俺アルコール飲んだ後夜中水これぐらい飲みますからね。いやまあわかります。でも多分それはさっき言ってた一番あかん飲み方、一番あかんやつですよ。なるほど、そうか、わかった、はい、ええこと教えてもらった。コンディショニング の維持 と、はい、あと本当にさっきも言ったんですけど代謝がある上がるから練習する時の汗もめちゃめちゃかくんですよ、うん、だからその分、まあ、脂肪も燃えやすくなる体になっていくので、なるほど、大会2週間前って言わずに習慣化できるなら本当に毎日やった方がいいかもしれない。まあこういう新しいトレーニングがあると、はい、初めて聞いた、はい、皆さんぜひね、はい、できそうな人はぜひやってみてください。これはいい話聞いた、はい、ありがとうございます、はい、ね、お金かからへんねんもん、まあそうですね、確かに、はい、はい、ありがとうございます。